たけしさんみたいにダメ出ししない監督が好きなの。あ、たけしさんって何、ダメ出ししないの？テストも一回もしないです。え、テストもないの？今回の首も、浅野忠信、浅野がいて、荒川良々がいて、俺がど真ん中にバンといて、で監督がまあ説明だけして「え、武蔵さん南国寺駅ここ」って「南国寺駅なの？浅野君のあの黒田寛平そこ」ってやるんですよ。でもね、それだけはちょっと説明で、その時に俺が「いや監督これね、俺小説も読んだんですけど、途中で刀抜くと、この位置だと浅野切っちゃうんですけど」って言ったら、ごめんごめん、そうだそうだ」って言って「うさぎさんの位置はこっからじゃ 1m 後ろ」で 1m 後ろ。そんななの？で位置が決まった次の瞬間に「はい本番」もう本番なんですよ。じゃあ一応ちょっとみんなでセルフ合わせてみようも何もない、いきなり本番。いつもそうなんですか？いつもそう。6本。ひどい時は監督が「俺とうさぎさんのとこだからよ、もういきなりマシージミちゃん」というなって。